ーグには1試合に7万人、8万人といった大観衆が集まるという信じられないような現象を巻き起こしているチームがあるのです。今ご覧いただいた VTR のように全体的には日本の野球のお客様というのは減っていることになるんですけど、今見てましたけど7万人も8万人も入るっていう球団があるんですね、アメリカ。そうなんですよ。それがね、今年ね、ナショナルリーグがね、これまでの12球団から14球団に増えた、2球団増えた、そのうちの一つのコロラドロッキーズというチームなんですけどね、はい、ところでね、中井さんね、はい、日本の球団でね1年間ね、はい、65ゲームのホームゲームをやって、ホームゲーム65、はい、一番集めた球団ってのはどこだか、そしてまた昔から考えていくと、やっぱり巨人が一番の人気チームでしたから、巨人だと思いますけど、勝つまでは全く想像がつかない。これ巨人がね、去年350万人集めた、はい、去年のが最高でした、ね、そうなんです。ところがね、コロラドロッキーズはね、去年あの大リーグが作った最高記録というそのトロントブルージェイズがね、はい、81のホームゲームでね、はい、402万8318という、402万、これ大リーグよ、402万ですよ、はい、それをね今年のその9月の17日にも破って、はい、新記録を作っちゃったんです。このままでいったら430になるか440万になるか、はい、これ大変ですね、はい、というわけでね、今週はそのメジャーでパンチをスペシャルということで、コロラドロッキーズのその躍進の秘密、これを探ってきました。ご覧ください。コロラド州デンバーの街に昇る朝日。今メジャーリーグにこの日の出の勢いのチームがあります。こんにちは、東京。We love the Rockies. I love Rockies.ホームグラウンドにおける年間観客動員数の記録は、昨年トロントブルージェイズの402万8318人。コロラドロッキーズはこの記録をハイペースで更新し、73試合目にブルージェイズの記録を突破。最終的には430万人動員という記録達成が見込まれています。ロッキーズが樹立した数々の記録です。地元での開幕ゲームにはなんと8万227人の観客が押しかけるなど、前代未聞の数字が並びます。ロッキーズのホームグラウンド、マイルハイスタジアムは文字通り海抜1マイル、およそ1600メートルの高地にあり、アメリカンフットボールのデンバーブロンコスと兼用のグラウンドです。そしてその観客収容能力はなんと76,037人、もちろんメジャーリーグ28球団中ナンバーワンの大きさです。しかしいくら大きなスタジアムを使っても肝心のお客さんが集まらないことには話になりません。こんなにたくさんのファンを魅了する秘密は一体何なのでしょうか。ロッキーズゼネラルマネージャーのボブ・ゲバードさんに話を伺ってみました。ロッキーマウンテンタイムゾーンの人たちはメジャーリーグ球団の誕生を待ち続けていました。コロラドロッキーズができたことはコロラド州だけではなくて、その周りのたくさんの州の人たちの熱い願いがやっと叶ったという感じなんです。ですからお客さんがたくさんやってくるというのも無理のないことだと思います。アメリカ合衆国はご覧のように4つの時間帯に分かれています。これにメジャーリーグ28球団を重ね合わせるとご覧の通り、カリフォルニア州だけでも5つのチームがひしめき合っています。ロッキーズは今までメジャーリーグ不毛の地だったマウンテンタイムゾーンに初めてできた球団なのです。マイルハイスタジアムの広大なパーキングエリア、マウンテンタイムゾーンの人たちがロッキーズの誕生をどんなに待ち焦がれていたのかは、このパーキングにある車のナンバーからも証明できます。全体のおよそ 20% がコロラド州以外からやってきたファンの車です。カンサス州、ワイオミング州、ネブラスカ州、ユタ州といったメジャーリーグに縁のない周りの州から続々とファンがやってきます。加えて遠く東海岸のバージニア州、西海岸のオレゴン州、果ては南のフロリダ州などからも
新球団コロラドロッキーズを見にやってきます。こういった熱烈なファンの後押しがナショナルリーグ西地区6位と成績は振るわないながら驚異的な観客動員を見せている最大の原因です。待ち焦がれたファンのパワーが一挙に爆発しているのです。Why do you like Rocky? We just waited a long time for a Major League Baseball team, so we're happy they're here. They're kind of a good team, and they're from Colorado. Because they belong to Colorado. They're our team. Why do you like Rocky? First Major League team we've had. We've been waiting for it for years. ではこういったファンの熱烈な盛り上がりをプレーしている選手自身はどう感じているのでしょうか。キャッチャーで人気選手のジョー・ジラルディ選手に聞いてみました。エリック・ヤング選手はマイルハイスタジアムの開幕ゲームで最初のホームランを放った選手。子供たちの人気は絶大です。Fans are very excited. I mean, their support is just tremendous and makes it very easy for us guys to come out here and play hard for them. 1966年に東映フライヤーズでプレーしたドン・ジマーは現在ロッキーズで三塁コーチを務めています。Well, I really don't know the answer. I just think that Denver is a town that wanted Major League Baseball for a lot of years. Mm-hmm. And...Somebody in the National League made the right choice of giving a franchise to Denver. 待ち焦がれたファンの爆発的熱気が選手のプレーへ相乗効果をもたらし、驚異的な観客動員を生んでいます。次のコーナーではこのファンの足を球場へと向かわせるロッキーズ球団フロントの経営的努力に迫ります。ニューヨークに次いで全米で2番目に大きな街ロサンゼルス。メジャーリーグの名門、圧倒的な人気を誇るロサンゼルスドジャースはロッキーズの驚異的な観客動員をどう受け止めているのでしょうか。ドジャースゼネラルマネージャーのフレッド・クレアさんに聞いてみました。ロッキーズのフロントはメジャーリーグの経営とエンターテインメントを非常によく研究していますよ。彼らは他のチームに対してどうしたらファンを魅了できるのか、チケットはいくらにするのがいいか、球場にお客さんが入場してきたらどうすれば喜ばれるかなど、いろんなことを聞いていましたよ。もちろんドジャースにも聞きに来ましたよ。彼らはそのいろんなアイデアをミックスして見事に自分たちのものを作り上げました。でもそこに至るには大変な努力を払ったと思いますよ。大記録樹立の裏にあるロッキーズ球団フロントの経営的努力も見逃せません。収容人数およそ7万6千人のマイルハイスタジアム。赤く点滅している部分がシーズンチケット、年間予約席です。ロッキーズはこのシートをなんと2万8600席も売り上げ、ドジャースが持っていた2万7000席売り上げの記録を抜いて、これも新記録を樹立しました。その販売戦略について球団副社長のジョン・マッケールさんはこう話してくれました。シーズンチケットの販売に関しては2年前にマーケティングの専門家に頼んでチケットを買ってくれそうな人を約2万人リストアップしてもらいました。そうしたらそのうちの 90% 以上の人が買ってくれたんです。そして今年のシーズン前にはコロラド州とその周りの8つの州を選手と関係者がキャラバンをして歩いてロッキー山脈の人たちに新しい球団の PR を行いました。1年を通じて安定した観客動員が見込めるシーズンチケットを売り上げることも重要ですが、ロッキーズはさらに大きくどんな人でも球場に足を運べるように目を向けています。センター後方のこの赤く点滅した部分、この席のお値段はなんと1ドルです。この席はロックファイルシートと呼ばれ、およそ2000席も用意されています。シーズンチケットを持っていないお客さんでも当日券で、しかも超格安な料金で野球を楽しむことができる、こういったところにもロッキーズの観客最優先のマーケティング戦略が見られます。マイルハイスタジアムでの開幕ゲームには8万人しか入れないのに、なんと40万人ものチケットの希望が来てしまいました。ありがたいことですが、全員に来てもらうのはとても無理な話です。そこで開幕から1週間のシリーズで希望者をいろんなグループに分けて、そのグループに優先してチケットを販売しました。
できるだけたくさんの人にロッキーズを見に来てほしいですからね。ロッキーズ爆発的人気の要因の一つに球団のグッズが挙げられます。黒と紫の組み合わせ、この今までになかった斬新な組み合わせが全米で凄まじい人気を呼び、ロッキーズのキャラクターグッズ売り上げはメジャーリーグ28球団の中でナンバーワンです。この黒と紫には意味があります。ロッキー山脈に朝日が昇ると山肌は日の光を浴びて紫に染まる。まさにロッキーの山々の美しい姿を表し、ロゴマークの中の銀色はこの地方で採れる豊かな鉱物資源を意味しています。地元意識を十分散りばめたコロラド州のブランド品、そんなところがファンのプライドをくすぐり、私たちのチームと意識させているのです。2年後の1995年、ロッキーズは現在建設中のクワーズフィールドにホームグラウンドを移します。新しい球場の観客収容能力はおよそ5万人、マイルハイスタジアムよりも2万6000人も減ってしまうため、観客動員数のこんな大記録はもう二度と生まれないでしょう。しかし熱狂的なロッキーマウンテンの人々がいる限り、新しい球場もまた大歓声に包まれるに違いありません。メジャーリーグに新しい風を巻き起こしたコロラドロッキーズ、そしてそれを心から愛するファン、そこには今見失いがちなベースボールとファンの本来の姿があるような気がします。ね、でしょ、このグッズ。そうです、今パンチさんが着てらっしゃるのもこの間ロッキーズのポロシャツなんですね、はい、私も嫌いに乗り遅れないように、ね、おしゃれですよね。なんかこうした、ね、球団を上げての経営努力みたいなものが日本はなかなか表に出てきてないような気がして残念なんですよね。なんとかこういうところをその見習ってほしいですね。本当にそう思いますね。さて、ところでですね、はい。